遺伝子組み換え解雇とは遺伝子組み換え技術を用いて自然のものとは異なる遺伝子を持った解雇である。解雇は遺伝子組み換えする上で様々な利点を有する。養蚕の歴史は約5000年と長く品種改良、飼育技術、家畜化が確立されている。通年、無菌飼育も可能である。幼虫、成虫ともに性質が穏やかで、銭湯、 マイメートルに程度の高密度での大量飼育が可能である。飼育は室温で可能な点は飼育設備投資の高騰を抑制している。餌は一頭あたり約2円20円と安い。また遺伝学や生理学研究の実験昆虫としての知見の蓄積もある。2009年にはゲノム配列が解読されている。大長期にや 酵母のような菌類の培養に不可欠であり、維持費のかかるクリーンルームがなくても育成が可能で生産物の収率も高いという利点もある。農林水産省産市昆虫農業技術研究所が2000年に世界で初めて遺伝子組み換え技術を活用して卵に外来遺伝子を顕微注射することにより開発した解雇である。2008年には オアンクラゲの緑色蛍光タンパク質によって光るシルクを作ることに成功した。ロータリー式中央地産飼育機 JA 前橋市桂谷地産共同飼育所昭和62年完成農業生物資源研究所による成果は蛍光シルクだけでなく以下のような日本の民間企業の産業利用向けの研究にも利用されている米国のノートルダム大学では クモの遺伝子を導入した解雇の実験を行い、解雇そのものよりも強い糸を生み出すことに成功した。ピギーバックベクター法によって生み出された遺伝子組み換え解雇は、解雇とクモの両方のタンパク質を含んだ糸を安定的に紡ぎ出した。この糸は、手術用の保護糸や義手、義足、剣、人工組織培養の足場、マイクロカプセルといった用途が想定されている。 ありがとうございます。